今はブリトーの皮を焼いています。ちょっと1日半日置いたので、ちょっと発酵したかなんかで、ちょっと空気が入る感じになりましたね。あれかな、はい、焼けたようなので、まあこれはちょっと、ね、強力粉の粉で作ったやつで、ああお皿がない、はい、これに、ハムとチーズを挟んでいきます。ハムは多めに2枚入れていきますね。1枚ハムしとくかな、はい、でこれで、まあ、皮で包んで、まあ、折り目を下にします。はい、これ電子レンジで30秒ですね。はい、皮ですが強力粉の粉に水を入れて、まあ、混ぜて、耳たぶの硬さぐらいになるまで練ります。というか、まあ、あまり水を入れずにパサパサになる感じですが、まあ、そんな感じでこねていくと、まあ、いい感じになります。ちょっと水を入れすぎないように注意してください。まあ餃子の皮と同じ感じですね。でちょっと1日置いたので、焼くと結構空気というかですね、若干の発酵があるようで、皮がちょっとブツブツといい感じに空気が出てきます。これでちょっと伸ばしていく感じになります。はい、ブリトーできました。簡単なんですね。はい、中はこんな感じです。あ、ちょっと本当はこの黒胡椒入れた方が良かったですね。まあこれにトマトソースなんか入れてもいいんじゃないですか。あ、美味しくいただきました。